ります。65年という、7年か2年か分かりませんが、65年間もう経ちました。創立から。嬉しいような、そうでもないかもしれませんが、ともかく私たちがこの65年、5周年の時にお互いに一緒に仕事をしているわけです。芸術をしているわけです。この、こうね、一期一会といいますか、お互いのつながりというものをこれからも大事にしていきたいと思います。セントラルドラ学院の歴代の村野先生、香川先生、香川道子先生、非常に作品が若々しい。これは年齢の問題でないと思います。情熱の問題かもしれない。だから、やっぱり希望を持って、理想を持って、それに向かって進んでいくような体制で、心構えで、これからもお互いにやっていこうじゃないか。ね、時間が経ってるのに時間に追われないようにしたいな、これは私のことですが。そう思っております。時間を追っかけるくらいのつもりで、活躍をしていただきたいとお願いします。65周年、私も70周年に終わるかもしれませんので、今、遺言として言っています。頑張りましょう。終わります。本当に先生方のおかげだということで、ひしひしと感じました。多くの仲間が支えてくれて、65回という記念日を迎えられたことは、実は昨年の3月の大震災の時には、とてもそういうことを想像できないぐらいだ。我が書道芸術院は、青森から千葉まで、被災者が400名になろうとするぐらい直接被災された方なんです、ね、そして親類縁者と含めますと1000人は多分超えてしまうでしょう、ね、もっと超えるかもしれません。そういう方々の大変な被災された方々を抱えながら私たちはこれ昨年1年間まもなく1年になろうとしています。歩んできました。その65回64回でもやってるさなかにその3月11日を迎えました。昨年2月にやはりセントラル美術館で開催し、そして2月の終わりに奈良の県文化会館から西日本展を終えて佐賀東日本展というところで震災に遭いましたので、その東日本展の時の仙台メディアテープかなり破損しまして、会場は使えない、これはしょうがないんですが、なんとも私たちの仲間の作品400点が表具屋さんの倉庫もろとも流されて、人的な被害はもちろんですけれども、皆さん方が作られた作品が重いことに今にもくつと消えてしまった、あの時のショックはもう何とも言いようがない。仲間の生命ももちろん一番大事なんですけれども、何ともこう言い知らない、恐怖といいますか驚きというか、昨年はそういうことで、東日本展を諦めざるを得なかったんですが、その後、すぐに参ったのが毎日書道展というビッグイベントを控えていまして、書道芸術院は毎日書道展を本気でやってますので、さてそれがどうなるかということを非常に心配しました。被災された方々も周りの方々もなんかその書くところだったり気持ちの上でなんか落ち着かないと言いますか、本当になんか筆を持つところではないという精神状態でしたから、で4月の末にもういても立ってもやられてる毎日堂から千堀の伊藤場さんと一緒に現地入りをしました。で現地のその惨状の中で、直接僕らの仲間に会って、それから兵庫屋さんにお会いして、でその中からかすかな希望ですかね、でもなんとかやるよ、なんとかやりたいという、そういう希望が、その時にちょっと、なんとか手応えがあったんですね。あれは嬉しかったですね、あの時は。もう、あたりはもう、とんでもない、
気仙沼も石巻港もとんでもない状態だったんですけど、その中でなんかかすかな手応えがあって、で半年後に今度は関西出張の藤井さんと参りまして、今度は高校生、石巻高校のビオレオの高校生にお会いして、そこでビオレオの生徒の高校の生徒藤井さんが国際高校生の二次会展の取材ということで赤高というんですけど、石巻高校の生徒と取材して、僕はその生徒なんですけども作品を書いてるのをちょっとお手伝いさせて、その時の生徒のつぶらな人々というか純真な生徒たち自身被災者で、家族を亡くしている方がたくさんいらっしゃったんですね。その中で頑張ってました。あの外から見た時に、なんか日本の力っていうんですか、書の力っていう、日本人 の人の力っていうのを、なんかひしひしと感じました。そういうことを経ながら、この65回転を迎えられたんですね。なんとも言い知らない感激という感動を覚えました。この瀬戸別院、この65回転を迎えになって、6月の運営委員会を開きました。で、どうするかということを理事の先生方と相談して、65回の記念展ですから、いろんな記念事業を計画していく年なんですが、果たしてどうなるかということも理事の先生方と相談しました。とにかく、瀬戸別院として、その、まあ、窮地に陥っていることを、なんとか手を差し伸べようということで、支援活動、それはとにかく支援活動は、もう義援金とか含めて、多くの仲間からの義援金を募って、そして瀬戸別院の財源をどうするか、これはもう財源を出して、できるから限る支援をしようということで、立ち上げたのが、そういう記念活動で、記念事業もそこで見直しをせざるを得なかったですね。多くの記念事業もあったんですけど、でもやることはやりたい。多くの師匠先生が、それから普段お世話になっている道具の先生、洋服屋さんですね、あと多分300名ほど招待して、祝賀会をやる予定だったんですけど、その招待は通常通り、今回も同じですが、報道関係の先生方、評論家の先生方、毎日新聞社の方々、近いとお呼びしてないんです、通常会と同じなんですね。その辺は、まあ、できることはやるということで、私たちの内部の結束を固めることも含めて、祝賀会をやる。ただし、あまり場を広げてはできませんから、そういうふうに縮小してさせていただきました。ですから、本来ならば、今日は多分1000名近くのパーティーになるはずだったんですけども、そういうところは、そのための予算を各義援金に拠出いたしました。皆さんの。そういう形で65回転も今現在に書いてます。で、この3月からの全10回転を皮切りに東北、これから奈良で2月に西日本展、約1000点飾ります。それから東北、日本東日本展では2000点ほど飾ります。東京のセントラルでは440点ほど飾らせていただきました。そういうふうな形で65回転を迎えました。こういう苦労の中で、こういうことができましたことを本当に感謝申し上げたいと思います。それから、義援のことでありますが、本日セントラル美術館の上の8階の文座があるところに、5月の伝統工芸士の高橋雄洋さんにおいでいただいて、5月展、それからその他の物品などを持ってきて、昨日から明日までですが、5月の状況をそこで見せていただく、そして、まあ、バザーという形で、供出できるものを、設置して皆さんにお買い求めいただくということで、わざわざ置いていただきました。5月というのは私も先立ってまいりましたけども、ほぼ 100% 破壊されましたね。何も残ってませんから、バスが公民館に向かってまだ残ってますけども、それしかないんですね。あと公務を出張のところは3階建てまでガラガラになってまして、下で5月のすすりの荒その洗浄をして、職人さんがそろそろやってましたけども、そういう状態の中で、なんとか5月からの共同組合、資生産協同組合の方々では、さらに立ち上がっていこうということで、まさにゼロから出発するということでさせている、漁業関係の方の方もそうだ。で今日はこのそこのお母さんの高橋よりおさんで伝統工芸者の方をおいでいただいて、高橋さんいらっしゃいますか。ちょっとお立ちいただけますか。あ
当にこの頑張りに、私たちもこれからもですね応援していきたいなというふうに思っております。今日は私は全日本書道連盟のを代表しまして、やらせていただきました。同じ仲間なんですけれども、そういうことでご許しをいただきたいと思っています。ちょっとお話しようと思ったんですけど、皆さん立ってしまったんですけどなんか申し訳ありませんが、本当に震災に遭われた方々、大変だと思いますが、負けないで頑張っていただきたいと思いますし、私どもこれからこれはもう長い間きっと続く大変なことだと思いますが、全日本書道連盟、それから毎日書道会もあらゆる書道会のみんなで応援していきたいとこう思っております。ですからお互いに書を通じていい仕事をしていきたい、そう思います。もう一つだけ先ほどセントラル美術館で拝見いたしました常田さんの方からもちょっとお話ありましたけれども、亡くなられた先生方のコーナーを回っていて本当に懐かしく思いました。香川宝雲先生、日山林香川先生、谷谷千秋先生、中島雄介先生もおられましたね。いろんな先生方から私たちちょうど学生の頃だったんですけれども、よく声をかけていただきました。ああいう先生方から声をかけていただくとなんとなく上手くなったようなそんな気持ちになりました。そして勇気をもらって頑張ってきました、芸術院はありとあらゆるジャンルの皆さん方が頑張ってらっしゃいます。こういう会は珍しいんじゃないでしょうか。そしてしかも全国にわたって皆さん方大活躍です。初段のリーダーとしてこれからも一層芸術の皆さん方頑張って、よろしくお願いしたいなと思ってます。実は辻元先生は、理事長の辻元先生は私の大学の後輩なんです。頭を見ると先輩に見えますが辻元先生、ね、本当おめでとうございます。ちょっと上がっていただけますか私一人ではなんかこの乾杯のご発声をするのもったいないですから、辻元先生と辻元先生もこの芸術院を代表し、そして、日本の書道のですねリーダーとして大いにこれから実力を発揮したいしていただきたいと思っておりますので、二人で声を合わせて乾杯したいと思うんです。突然です、失礼します私が先輩です先輩の言うことちゃんと聞きます。よし、じゃあ、ね、人生おめでとうございます。これからも皆さん頑張っていきましょう。乾杯。